毎週水曜のこの時間は、ショーンテイ・ショーノさんによります、TJS 朝一番風水寄せのお時間でございます。今日もどんなお話が聞けるんでしょうかお楽しみに。おはようございます。風水市のショーンテイ・ショーノでございます。1月28日が春節。2月4日には風水の新年が明けました。皆様、明けましておめでとうございます。 本日は2017年取年の立年生まれの方、見年生まれ、馬年生まれ、羊年生まれの方の運勢予測でございます。立年の人は取年と調和しますので、基本的には安心感のある年になります。特に人間関係は二重丸。財運も悪くありません。ただ、 多少の悪影響もあり病気や金銭的な損失には要注意ですお金を使うことが不幸を減らす方法になりますラッキーストーンは赤バリルチルでございます見年の人も鳥年と調和しますので基本的には安心感のある年になります特に仕事のキャリア上地位を向上させる働きが作用しますので 意識して頑張ってみてください。ただ、法的な問題、人間関係の乱れには要注意です。ラッキーストーンはラブラドライト。馬年生まれの方は、ロマンスや結婚へ結びつく流れが来る年です。女性にとってより優位な流れで、女性は強く堅実なロマンス運、結婚運、男性は 望まぬ恋や異性とのスキャンダルの可能性があります男女ともに争い事や法的な問題に要注意ですラッキーストーンはタイタンルチル羊年の方は試練を経験しそうです家族の誰かに悪運が訪れたり金銭的な損失病気にかかる可能性もあります 風水の鑑定や市中水面の対策などで理にかなった対策を立てしっかりと防御をなさってください。ボランティア活動は悪運を避ける一助となります。ラッキーストーンはスーパーセブンの紺色系でございます。それでは今週もよろしくお願いいたします。ありがとうございました小音亭野さんでした。 ドラゴンゴッドお問い合わせは、三一零七八七一八九一まで。